日の元に最も尊ばれし徳幕織田信長の天下不武が果たせたのも豊臣秀吉が世に出たのもすべてこの姫の陣なればこそ陣に生きた姫それが生駒きつの皆様いいと成すべきことを成すということ織田家に義を立てて浅井家に嫁ぎ兄織田信長に夫を滅ぼされその兄亡き後は織田家の血族を己の命で守り抜いた義に生きた姫とはお市の方できたレイトワー神器は行う天の道浅井長政お市の方を不母に味は織田信長羽柴秀吉により三度の婚儀を重ね徳川家康の孫を産んだ数奇な運命にも真と義を行い生き抜いた礼に生きた姫とは杉院ことがゴーちゃん地図はイリシエより知恵を学ぶ行い加賀百万石の祖でもある前田利家の妻は学問に秀で武芸に長けた利家亡き後は自らを犠牲に家を守った地に生きた姫とは報酬以下が前田松松様誠を裏切らぬ仁義礼智の心木下藤吉郎の立身出世を陰で支え羽柴秀吉時代より家臣の信頼を得て政治も執り行い豊臣秀吉亡き後は落職するも江戸時代を生き抜いた真に生きた姫と北の万のこのことおねおね様親に対する仁先祖に対する礼江戸幕府を開いた徳川家康の母幼き頃竹千代と呼ばれた家康を引き離されその身を案じていながらも桶狭間の戦いの後再会高校により平和に長寿を全うしたここに来た姫とはお代の方お代様戦国時代1467年応仁の乱に端を発し足利室町幕府が無力化し武田信玄、上杉謙信、毛利元就らが華々しく活躍群雄割拠して天下を伺う戦国の世はまさに下克上下克上とはすなわち実力者が己の力でのし上がれる自由な時代その中終わり国織田信長が上洛後状況は一変天下人となるが本能寺の変にて倒れる続き豊臣秀吉は関白となり日の本を一つに求める秀吉死後は徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利し江戸幕府を開いたそして戦う男たちの裏では女たちの戦いもまた繰り広げられたのであった生駒きつのは室町時代より続く武家商人生駒家宗の娘だが生駒家の記録にきつのの名はなくその存在は謎に包まれているかの織田信長の子となり
三人の子、信忠、信勝、徳姫を産み、その後病に侵される。信長は腰を差し出し、狐は小牧山城へ移り住み、正室として待遇されたが、三年後、若くしてこの世を去った。享年37歳。この三年余り、生駒の方と人々は大切にしてくださりました。呼ばれた前田利家は主君織田信長の命にて前田家の家督を継ぎ能登の国の大名となった。当時血気盛んで槍の又だと呼ばれた前田利家は主君織田信長の命にて能登の国の大名となった。松は文武両道に優れ幾度も夫の危機を救った。利家死後は出家し報酬院となり、徳川家康より前田家に謀反の疑いがかけられた際は江戸で14年暮らした。何、我々に謀反の嫌疑が？これは徳川殿の企みに違いない。今では天下を狙ってるの明らかなこと。利長、私を捕虜として差し出しなされ。あぐるな、侍は家を守ってこそ利用することなぞあってはならぬ。母はいくらでも捨てるがよい。男は美しくあれ、女子はたくましくあれ、前だけの家訓ぞ。たくましくあれじゃ。キツノ、義に生きた一、礼に生きた五、地に生きた松、真に生きた尾根、法に生きた尾台、仁義礼智信公、これが戦国の姫たち。改めまして、私たち愛知戦国姫隊でございます。今名乗らせていただきましたが、もう一度、はい、はい、私、徳川家康様が母、小田井にございまする。小田井様、ありがとうございました。はい、そして私、
豊臣秀吉様が妻、北の番所こと尾根じゃ。尾根様。はい、そして私が前田利家様が妻、松に行くなります。松様。はい、そして私、あだい三姉妹の末っ子、ゴーにございますね。ゴーちゃん。ありがとう、さんちゃん。そして私が織田信長様が妹、あざい三姉妹の母、いちにござりまする。いち様。はい、そして私、織田信長様が実、生駒狐にござりまする。狐様。はい、愛知県は武将様のふるさとなんでございまする、はい、皆様ご存知、織田信長様、豊臣秀吉様、徳川家康様など有名な武将様、生まれた地が愛知県なんでございまする。それをより多くの皆々様に知っていただくために、なんと私たち400年前からよみがえってまいりました。向かって、その皆様から向かって前の方に犬山城がございます、はい、これ国宝犬山城なんでございますね、はい、王様。はい、私の夫豊臣秀吉様も小牧長久手の戦いという戦において陣を取ったお城でございまする。あの豊臣家の家紋のついた風呂桶が出てきたりの、本当に実際にこの場所で秀吉様おったんじゃな、はい、そしてお風呂に入ったり、実際こうね、生活もその豊臣軍も生活をしとったということで、そんなことも感じながら、はい、歴史深い犬山城、犬山という地、ぜひ楽しんでいただければと思いまするね。はい、そしてあの狐様、はい、あの裏久園ってここから近く庭園がございまして、はいはい、皆様向かって右手に歩いていくのあるんですね。さようでございます。そこには織田信長様の、はい、あのお兄弟が建てた茶室があるんでございます。織田洛斎様でございます。洛斎様が建てた、ね、茶室がございまして、はい、あの それも国宝に指定されておる、とても素晴らしい茶室でございまする、まあ、その国宝の茶室の名前は上庵中お名前でございまして、その庭園自体が楽園中お名前でございまする。もう間もなくね、桜の季節で、はい、とても素敵な、